はい、ミニマリストなクリエイティブディレクター、アンディと申します。ちょっとですね、いろいろと仕事の関係もありまして、家を、東京に住んでるんですけど、東京の家をもう、処分しようかなと、捨てようかなということで、ミニマリスト、家を捨てるというふうなタイトルで、一応動画に記録残そうかなと思っております。6畳ワンルームなんでね、全然広くないというか、むしろもう寝るためだけの家っていう感じなんですけど、ビジネスホテルのようなイメージですね。もう仕事をここでやってすぐ寝るみたいな、クリエイティブしかない部屋にしようというのが一応最初のコンセプト。持ってるもの、ほぼほぼないんですけど、この後引っ越しのためにいろいろ処分していくので、一応見ときますか。この辺りが、タオル、ルームフレグランスですね。で、傘1本だけ持ってます。これも朝から降ってる時に持って出るもので、大体は折りたたみ傘がカバンに入ってますね。で、全自動の乾燥機付き洗濯機、これはこの家に引っ越してきた時に買いました。やっぱ干す手間が嫌だなというところで乾燥機付きにして、やっぱ良かったですけどね。次ちょっと僕もホテル暮らしにしようと思ってるんで、いらないので今回で処分になります。で、キッチンですね。自炊全くしないので、冷蔵庫もありません。電気コンロ、使ったことほぼないですね。で、冷蔵庫がないので水のストックはそのまま置いてるみたいな感じです。流しもほぼほぼ使ってないという感じ。ゴミ箱を部屋に置いてないので、ビニール袋にいつも入れて、集合住宅でね、日々回収というか捨てる場所があるので、もうたまったらすぐ捨てるみたいな感じにしてますけど。食器もないですね。ワイン僕好きなので、ワイングラス兼コップと歯ブラシ、奥はワインオープナーとかね、一応箸とスプーンと缶切り、ワインオープナーがあります。手洗いかな。冷蔵庫がないので、電子レンジもないですね。で、台拭き持ってなくて、キッチンペーパーで拭いてました。このビニールはゴミ袋ですね。キッチンこれだけという感じで。大物家具がもうあと数えることしかないんですよね。ここが PC とチェアですか。この PC は iMac 27インチ、結構でかいですね。一番必要なものなので、これだけはちょっとオフィスに送って、今後も使っていくという予定です。で、この椅子、エルゴヒューマンって結構座り心地のいい、いい椅子なんですけど、でかいんですよね。存在感がありすぎるというか。で、ちょっと今もオフィスに持っていくか迷ってるって感じなんですけど、この椅子は、処分かなという感じですね。姿見、これ980円くらいの、ニトリの安いやつですけど、なかなか便利で、吊ってるんですね。地面に置くと掃除がしにくいので。悪くなかったんですけど、これも今回で処分かなと思います。ベッドはベッドフレームにマットレスを敷いてます。枕僕使わないので、タオルですね。ちょっとだけ高くなってればいいっていうぐらいのもんで、タオルを使ってます。で、中、これ布団なんですけど、これ実は寝袋なんですよね。モンベルさんの。結構あったかい。冬はもうこれで十分寝れちゃうので、夏はもう丸めて棚に入れてますね。といったところで、この東京の、やっぱコロナでね、出歩けないというか、もう外にも出れないということで、本当は僕、ここ寝るためだけでいろいろ動き回ってやるのが、仕事するのが好きだったんですけど、ちょっとさすがに、ここにこもりきりもきついなということで、一応こんな感じで、この家がどんな風にこう空になっていくのか、引っ越すんで空になるのは当たり前なんですけど、ちょっとその辺なんかもね、記録していきたいなと思ってるんで、
まあ、よかったらまた続きでも見てもらいたいなと思います。